耐えて耐えて掴んだ金メダル、価値ある金メダルを手にしました。激闘の末敗れたモラエイ選手、試合後握手を交わし、お互いの手を掲げて健闘を称え合いました。柔道家としての信念を貫き、国籍を変えて臨んだオリンピックで見事な銀メダルでした。ということで、今回のオリンピックでは知られざる名場面がたくさん誕生していました。本拠地アナハイムで行われたロッキーズ戦に2番指名打者で先発したエンゼルスの大谷翔平選手。ボールをスローダウンさせない、はい、常にボールを動かし続ける、はい、そういった攻撃が中国は自分の時には試合になりましたね。新生ラグビーの面白さ見どころですよね、はい、また右左にオーバーラップを作ろう。この早い試合、ギンティパに出る、常山を追いついた、そして前に出る常山、打った後すぐにコート自分のセンターに戻ります。まだ選べる、対応するラインの外、アウトです。長いラリーをものにしました。ポイント、日本の常山に入ります。やはりギンティはこのラウンドからのストレート、やはり今2本、はい、アウト1本、エースショットなんですけども、少しこのラインから出だすとミスがどんどん増えてくるので、やはりしぶとく、はい、しぶとくラリーを続けていく必要がありますよね。縦に走る2本のライン、その内側のラインがシングルスのプレーエリアですから、今の常山のサービスは外に出ました、アウトです。まあ、桃田の話も出てますが、新型コロナ禍前、桃田の圧倒的強さを見せた2年前、3年前に最も桃田に勝ってきた選手がこのアウトにギンティンです。決まったか、決まったという判定にチャレンジ、チャレンジは1ゲームの中で2回までです。成功した場合は権利の回数減りませんけれども、先ほど言ったのはもう失敗してますから、はい、このチャレンジにもし失敗した場合は第1ゲーム、この序盤でもチャレンジすることはできません。入ってます、ますね、ライン上はインです。シャトルと呼ばれる羽、その先端クロークが少しでもラインに触れているとバドミントンの場合はインになります。いいですね、ラリーも。前日の時に疲れてるんだけれども、体は疲れているけれども心が勝手に動くというふうにも言ってましたしね。そうですね、それを本当に今日も期待したいですよね。攻めていきたかった錦織でした。比較的今日ジョコビッチのセカンドサービスはそこまで走ってないので、はい、攻めていきたいですよね。あとは先ほどフォアハンドに少し早めのセカンドサービス打ってくる時もありますが、それだけ注意したいです。今度はジョコビッチがワイドに来ました。47% ですが、ただファーストサーブが入ると8本中7本ポイントにしています。
ています。現在進行形です。まずは入院の調整が難しくなっているということです。1万人を超えるのは初めてのことです。さらに東京、神奈川で過去最多となる陽性者の数発表されています。この状況を受けて神奈川さあ嬉しい速報が入ってきました。東京オリンピック柔道女子78キロ級の濱田尚里選手が決勝戦でフランスの選手を下し金メダルを獲得、初出場のオリンピックで世界の頂点に立ちました。これで日本女子の金メダルは阿部詩選手、新井千鶴選手に続き3つ目となります。ドンファン事件の